これがクイフっていう魚の本社ね。本社ってあのなんか揚げるイメージあるんだけど、こういうやり方もあるんだね。柔らか。うわ、これ最高。え？こんな美味しい魚ちょっと食べたことないぐらい。脂身の感じとね、味付けとで風味とどれもいいね。あの口の中入れた時のね、まあ、ちょっとピリッとした胡椒辛さもあるんだけど、これが全部こう一体になって出てくるね。何がいいのかな、魚そのものがやっぱ美味しいんだよね。うん、だからやっぱりもう当日になってみないと分かんないから、事前の下調べとかね、そういうのも、まあ、やっててもその魚がなかったりすることもあるだろうし、逆に、まあ、やっぱりザオパイを聞くのが一番いいんだろうね。いや、これはちょっと予想以上にいける。何やってんのかな。あ、魚を。あ、こうやって鱗全部出してんだね。いや、豪華な3品だよね。これが、今日の海鮮スープね。そして桜エビのチャーハンで、イカも入ってるの。これがビーフね。まあハイツアイとかも入ってる海鮮ビーフ。これがまずこの魚のスープから。うん、新鮮。口に入れた瞬間わかるね、この新鮮さ加減が。海鮮丹、海鮮丹的鱼。鲜鱼。鲜鱼呢？鲜鱼的名字。秋哥鱼。秋哥鱼。对，秋哥鱼，那个是爸爸钓的。哦，今天的。今天的钓的。啊，海龟是这边种的。嗯。那是西瓜。啊，西瓜呢？西瓜从哪里来的？西瓜。西瓜。西瓜。丝瓜不是西瓜。西瓜，是丝瓜。还是菜龟。菜龟。啊。菜龟。菜龟的，嗯，从哪里？当地的，集美的，哦，集美的，小骨があるからちょっと要注意なんだけど、もうそれを除けばね、いや、あのこれは結構身が淡白なんだけど、でもこう噛むとじゅっとあのこうほのかな身の旨味が出てくる。これがスークワで、ポフのスークワって有名なんだって。これあの、まあ、ジューシーなんだけど、あのちょっと土の臭さがね、土臭い感じ、土臭いで伝わるのかな、うん、土のね、あのちょっとじゃがいもとかが少しこう若いじゃがいもの味にも似てんだけど、こう入れるとね、そこなんかふわっとあのスープが溢れてくる感じね。これはもう大体一気に食べるもんじゃない、まあ、今頃あのここに、ターコシージエムシャウゴ、まあ、これはジエムシャウゴだから一気に入れるんだけど、本当に新ウモファン、あの真似したらなかなかいけないだろうね。これがね、桜エビのチャーハンなんだけど、イカも入って、あの適当な甘みがあっていけるね。この桜エビはやっぱりこういう風な使い方なんだよね。あのチョコレートに合わせたりとか、まあ、アイスクリーム入れたりとか、まあ、それもいいし好きな人もいるんだけど、やっぱり自分はこういうもう正統派なね、
チャーハンとかで押してきてもらった方が嬉しいかなと。チャオファン、里面有什么？炒饭、樱、樱花虾炒饭，樱花虾，还有小馆。哦，樱花虾在哪里？樱花虾东港啊。啊，东港。东港那里。啊，东港，啊啊啊。嗯。ここはまたイカも美味しいね。本当にイカが。あの弾力があって、あんまりこう強い味ではないんだけど、うん、あのほのかに海鮮の味がしてくるね。これがイカメンシェン、フォアツーメンシェンね。最高。うん。いや普段から、まあ、率直なコメントを心がけてるから逆にこういう時に生きてくるのかなと思うね。これ本当にあのうまいと思った時にあのうまいって素直に言って、まあ、それを視聴者の人が感じ取ってもらえるんじゃないかと、まあ、この男はあの誇張しないよっていうところがね分かってもらえたら、これ本当にあの海苔の風味、まあ、海苔のお吸い物だよねに麺線が入ってて、でそこにイカのこ うまさが押してくる感じね。那个米粉，里面有什么？那个不是米粉，那是小面线。啊，面线。对，面线。哦，面线里面有什么？有海菜跟小卷，新鲜七美当地的小卷。还有？还有没有了？海鲜是什么？海鲜是小馆。嗯，海带没有吗？海带没，是海菜。海菜，海菜，面线。面线，小馆面线，嗯，当地的。当地的吗？啊，多当地的。これはいいな。これ万人に受けるんじゃない？もう子供からお年寄り年配の人までっていう感じじゃない？これあっさりして、この海苔の風味効いてんだよね。今これがマーコンからフェリーで着いたんだよね。まあ、おそらくこれ、まあ、おそらくというかほとんどが台湾の本土からの観光客なんだろうね。でもあの観光バスがスタンバイしてるからやっぱりこれはもう時間が決まってるからね。ある程度着く時間、出発する時間、そこに向けて観光バスもスタンバイして、でまあ日帰りツアーなんだけど、一日楽しんで回るというところだよね。馒头给我。哎，他是日本人哦。对对对。馒头的芋头馒头，一个芋头馒头。什么颜色？什么？这个是什么？大哥，等一下，这个芋头。芋头。有啊。芋头。啊，这个什么？啊，这个酸菜。酸菜哦。酸菜。啊，这个白馒头。白馒头。这个黑馒头。哦，黑馒头。这个芋头。啊，芋头一个，酸菜一个。これが酸菜の馒头ね。結構こう甘さが強いね。だから酸菜がまあ酸味、でもその酸味よりも甘さが強いから。まあ、これはあの地方でその人それぞれまあ好みが違うというね、そういうところもあるだろうね。うん、甘さちょっと強いんだけど、酸菜のこう噛み応え、シャクシャク感があの、すごく残る感じでね、その辺こう食感がいいよね。